の順です。今回はですね、ユニクロ U の紙セーターが期間限定値下げということでご紹介していきたいと思います。今ですね、ユニクロのアプリ10周年記念ということでございまして、期間限定の商品いくつかあるんですけども、なんとですね、ユニクロ U のこれめっちゃかっこいい紙セーターが1000円オフの2990円ということで、もう買わざるを得ないよね僕ですね、2022秋冬コレクションの発売日当日にこっちのさ、あのカーディガンの方買ったんよ。で、同じ生地だからセーターはええかと思って、そう、着脱便利なカーディガンでええかと思ったんだけど、1000円オフで買えちゃうんだったら買うしかないやん。でさ、オンラインでポチるとですね、送料かかってしまうんだけど、店舗での受け取りにすると送料無料でございます。ということでね、取りに行って、早速着てみたんだけど、めちゃくちゃ良かった。もうびっくり。紙セーターやないかと。動画の後半で3パターンぐらいですね、コーディネートもお見せしようと、着画お見せしよう思ってますんで、ゆっくり見ててください。こちら商品名、プレミアムラムリブ V ネックセーター長袖でございまして、カラー3色ございます。ブラックカラーと、あとですね、ナチュラルカラー、ブラウンカラーなんだけど、どの色もめっちゃいいよね。ブラウンはブラウンで、絶妙なカラーなんだよね。ブラックのさ、あの、ボトムスと合わせてもいいし、白のボトムス合わせてもいいし、あの、ベージュのボトムスと合わせてもいいし、オリーブのパンツと合わせてもいいし、カジュアルに着れるしね、めちゃくちゃ可愛い。女性の方が着ても絶対可愛いやつ。ほいでさ、ナチュラルカラーもええんよね。こうなんて、白じゃない真っ白は割と鬼門な気する。真っ白のセーターって透けるからさ、そうむずいんかなと思うんだけど、これナチュラルカラー合わせやすいやん、絶妙にいいやん。ちょっとね、膨張色になってしまうかもしれないんで、その辺の懸念点はあるんだけどね。でね、間違いないのは、一番間違いないのはやっぱブラックだしょうと思うわけよね。そう、トップスとかさ、アウターとかズボンとかね、一番最強は黒なんだよね。どんな素材とかでも高く見える。こう色がさ、真っ黒だから近くいかんと素材感伝わらんやんか。しかもどこにもロゴないから、どこのブランドかわからへんみたいなねハイブラじゃねえとか思うよな、そんな感じね。で、リブになってて雰囲気あるやん。結構ですね、分厚みある感じでございます。まあ、セーターの話をするとさ、よく言われるのが、ハイゲージ、ミドルゲージ、ローゲージって言うてますよね。ハイゲージっていうのがもうきめ細かいやつ。で、ミドルゲージが今着てるようなやつかな。これユニクロイネスのやつなんだけど、これぐらいな感じ。そして、ローゲージっていうのがざっくり闇よね。すごい空気を含んでるんで、めっちゃあったかいと。だから、ハイゲージからローゲージに行くにつれて、そのぬくもり、そのあったかさがどんどん増していくわけなんだよね。ユニクロさんが秋冬に出してるセーターって大きく5つぐらいかなと思ってて、ラムウールでしょ、でメリノウール薄いやつ、でさらに高級なカシミア、そして綿ポリの素材、そして最近出てきたスフレヤーンということなんですけど、その中でもね、トップクラスのローゲージのそのぬくもり感、もうぬくもり感がえぐいやつでございます。僕去年ですね、ユニクロ U の秋冬コレクションほぼ全型買って、セーターも4週ぐらいだったかな、発売されて全部買ったんだけど、そういうのと比べてもユニクロ U 史上最強じゃないかと、最高の出来じゃないかなと僕は思っております。後ほどこれもね、ちょっと着てお見せしようかなと思ってんだけど、シルエットとかサイズ感とか含めマジ最高。こちらサイズがですね、オンライン限定の WXL でございます。僕身長177センチで70キロぐらいの体型なんじゃけれども、 WXL でほんとちょうどいい。こう身幅もね、ゆったりとした感じ、着丈もね、お尻すっぽりぐらいな感じ、袖も長さもええ感じでね、セーターにありがちなこの袖のところとかリブがね、ないよね。そもそも全てがリブやんかで、袖のところもやや狭まってるかなぐらいの感じなんで、すんごいシルエットかわいい。こうキュッと絞ってるとじじくさい感じるかなと思うんだけど、逆に言うと袖まくりするときにちょっと不安ではあるかな。皿洗いしてたらちょっとこう垂れてきそうな感じはするんよね。あと裾のところも締め付けが緩いのよね。もう最高じゃない。こう落ち感があってめちゃくちゃかっこいい。ちなみに言うと、こっちのカーディガンね、結構着丈短いんだよね。そう、このセーターとね、並べて見てみると全然長さ違うでしょ。こうだから、カーディガンはね、ちょっと上級者向けなんかなとか思ったりするわけ。ワイドめのボトムスとかと、そういうのとね、相性良さそう。ただ、これに関しては着丈も十分だから、どなたにでも合いやすいわけよね。おしゃれ初心者の方でも全然いけんちゃうみたいな感じ。で、これの一番の特徴って、やっぱりこの V ネックじゃねえと思うわけよね。やっぱさ、いろいろ形あるやん。今着てるようなクルーネックもあれば、タートルネック、モックネックとか、そしてポロの形とかいっぱいあるんだけど、V ネック
ネックがですね、新鮮。僕持ってへんちゃうから初めてゲットしたかな、みたいな感じ。これすることによってさ、レイヤードも楽しめるわけ。T シャツチラ見せ、タートルネックチラ見せもできるし、なんやったらタンクトップ1枚で着てやっても、色気が出るわけなんですよね、たまらん。あとさ、セーターって、首の締め付けがきついやつとかたまにあると思うんだけど、そう、あれがさ、チクチクもするし、苦しいって思う方多いと思うんだけど、そのストレスも全くないわけなんだよね。マジで神。一旦さ、去年のユニクロ U のセーター試着してみようか、どんな感じだったのか。まずドライバーズニット。えい。ってことでね、こんな感じでございます。こう、モックネックというかタートルネックみたいな感じで、でドライバーズニット言うんやけど、なんかね、こんな感じで手が、指が出るわけなんだよね。めっちゃかわいい。あったかいし。この上にね、普通にコート着たりとか、ジャケット着てもめっちゃかっこいいよ。ちょっと着丈が短めな感じ。今、タンクトップがこう出ちゃうような、それぐらいの着丈なんよね。で、なんかポケットがないのもちょっとあれだったりするけど、ジッパー式になってて、なんかね、めちゃくちゃ可愛いよね。L サイズでこれみたいな。結構タイトめじゃねみたいな。そう、店舗に L しかなくて L 買ったんだけど、XL ぐらいがちょうどいいかなとも思ったりする。まあ、これもかなり名作ではあるんだけどね。続いてこのグレーのクルーネックのやつ着てみましょうか。えい。こんな感じですね。これに関しては首周りが結構空いてるやつ。これで L サイズかなと思うんだけど、結構ね、こう着丈がこれも短めな感じ。まあスーツスタイルに合うんやろうな、みたいな感じでございます。ただこれね、着心地めっちゃ良くて、そう、もう着てる感覚ないぐらいめちゃくちゃ楽でございますわ。そう、なんかちょっとね、今風でもない感じじゃない。ワイドめのパンツと合わせるといけるんだけど、A ラインのシルエットいけるんだけど、もうちょいさ、ルーズなシルエット欲しくない？それはさ、ダブル XL、3XL とかいけばね、かっこよくなると思うんだけど、もうちょいなんかこうね、ルーズな感じ欲しいやん。これに関しては、ミドルゲージぐらいな感じかな。で、こいつがですね、結構ハイゲージな感じ、着てみましょう。えい。ってことで、これ着てみるとこんな感じ。モックネックになってて、これもちょっとね、L サイズなんだけど、少しね、身幅もさ、余裕ない感じよね。で、着丈もちょっと短めで、サイドスリット入ってていいんだけど、そうなのよね。なんかなぁ。まあ、いいんだけど、ちょっとこう、ルーズ感欲しいな。これもなんかルーズ感欲しいなって感じするわけ。そしてこちら、ナチュラルカラーのローゲージのセーターですね。ざっくりとしたこの網。めちゃくちゃ可愛いやんか。で、首元が結構詰まったタイプになってるわけ。去年これの緑色がバカ売れしたんよね。で、僕はですね、ナチュラルこういう色持ってへんなと思って、結構黄色み強いんだけど買ってみたわけ。これ着てみましょう。えい。はい、着るとこんな感じですね。これがいわゆるローゲージというやつ。これで、ね、ちょっとこうナチュラルというか、そう白っぽいからさ、下のタンクトップがね、ちょっと透けちゃうわけなんだよね。白のセーターはちょっと鬼門ではあるよね。で、首元がモックネックじゃないんだけど、少しあるんで、ちょっと若干ね、首にストレスは感じるっちゃ感じるかな。で、ローゲージだとやっぱりね、雰囲気出てくるよね。着丈もね、まあまああるし、一枚で着ててもかっこいいみたいな、そんな感じになるわけよね。で、めっちゃあったかいんで、これ去年は冬に着ておりました。ってことでね、ハイゲージ、ミドルゲージ、ローゲージ、そしてですね、いろんな襟のね、セーターご理解いただけたんではないでしょうが、ユニクロ U どれもね個性があって、そして今年のこれ着てみたらどんな感じな、価格3000円でも買う価値あんのってことで、こちらの紙セーター着てみましょう。はい、ということで、まずですね、黒のボトムス、そして白の T シャツに合わせてみました。T シャツはね、これ、エアリズムコットンオーバーサイズ T の、3XL のサイズ、ちょっとチラ見せということで、大きめのやつ着ております。でね、セーターの形、お分かりいただけますでしょうか？めっちゃかっこよくない？ダブル XL でこのシルエット。身幅もね、ええ感じに余裕あるし、これね、着丈もお尻すっぽりめな感じだし、そして首元よね、めちゃくちゃ可愛いやないかと、締め付けが全然ないわけよね。首元 V だからすごくね、すっきりした印象になりますわ。丸首も可愛いんだけど、ちょっとこう、なんちゅうんかな、子供っぽいというか、カジュアルっぽいというか、そんな印象になるけど、V だから、なんていうかな、ドレッシーな印象もちょっとあるわけだよね。もちろん、シャツとかレイヤードしちゃってもかっこいいかな、思うんやけど。で、秋冬であれば、この上にね、MA1 とかコーディネートしてやってもええんかな、と。インナーボトムスは白黒にしといて、で、アウター色味のある、オリーブのある MA1 とか、
他のね色味のもの持ってきてやってもかっこいいよね。これ全然さコーディネートの邪魔にならんわけよね。これあったかいし、今の10月であればね、これ1枚でもワンチャンいけるかなみたいな。風を多分通すだろうから、なんか上に羽織も欲しいかなって感じするんだけど、で上を脱いでもめっちゃかっこよくないみたいな。例えば室内に入ってみてとか、あとイオンとか大きいモールの中に入ったらアウター脱ぐやんか、それでもかっこええやんみたいなね。やばいぜこれ。通行でね、今度はですね中の T シャツ脱いでタンクトップ着てやったんですけど、これはこれでセクシーじゃねみたいな。首元がこうチラッと見えてめっちゃええやんみたいな。ちょっと涼しいかなみたいな。寒かったら中にタートルネックとか、あとマフラーとか巻いてやってもいいしね。で今の時期とかであればこうコート羽織ってやってもいいよね。ステンカラーコートが羽織るとめっちゃ大人っぽい印象になるやん。セーターってねほんと絶妙よね。スウェットよりもこうドレッシーな感じだし、すごくねかっこいいわけよね。モテアイテムって感じするっす。でコート脱いでやってもかっこええやんか。だからさ、例えば友達の家行く、彼女の家行くとか、なんか誰かの家に行った時にアウター脱いでもかっこいい。安物のなんか T シャツとかじゃない、ちゃんとしたこうセーター、高級感もあるし、黒だからねほんと高級感あるわけなんだよね。リブ編みになってるから近くで見たらねすごくおしゃれな感じだし、でぬくいし、ほんと羊さんに感謝感謝。ラスト3つ目のコーディネートなんですけど、 T シャツ着ずにタンクトップにセーター、そして白のボトムスのモノトーンのコーディネート最高、間違いないやん。今の時期だったらね本当にね下にタンクトップとか T シャツでも全然いいから、全然そんなチクチクせえへんからね。首元チクチクしないのがマジでね最高でございます。全くストレスない。例えば今の時期であればシャツジャケット、ウールブレンドのシャツジャケットとか羽織ってやってもええやんね。もう全身モノトーンのコーディネートいかがでしょうか。白黒グレーのコーディネート間違いないやん。こんなん絶対女子受けええやん。これね万人受けするんちゃうかしら。と白黒グレーは最強なのよね。色味を追加するとカジュアルな印象、それはそれで可愛いかなと思うんだけど、そうモノトーンってさやっぱドレッシーなフォーマルな印象になるよね。はい、ということでねご紹介してきたわけですけど、いかがであったでしょうか。ローゲージなんでマジでね10月はちょっと暑いかもしれないですけれども、冬とかにマジ大活躍かなと思います。ちなみにこのブラウンカラー着てやるとこんな感じでございます。素材はねマジ V ネックのセーターと全く同じなんだけど、着丈感とかが全然ちゃうよね。これねお尻全然すっぽりじゃないもん、腰より超低いかなぐらいな感じで、これ今 L サイズ店舗にさ L しかなかったから L 買ったんだけど、そう L だとね若干このね身幅があんまゆとりないよね。なんていうかな、ジャストよりちょい余裕あるかなぐらいな感じ。大人目に着たかったらジャストサイズでもいいと思うんだけど、ルーズに着たかったら1個上2個上それぐらい攻め立ってもええんかなって個人的には思います。こちら期間限定の値下げなんで欲しい方お早めに。以上今回は価格までです。最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。